皆様こんにちは。今日は、少しだけ趣向を変えてというより久しぶりの雑談動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、なんかちょっと落ちましたね。雑談動画と申しましても、日々、当動画サイトを動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。時々YouTube の、設定でアクセスを皆様の聞いてくださるアクセスをちょっと確認させていただきたいので、たまに確認させていただいているんですけども、どうやら私予想に反しまして、本当に一重にこれは皆様の多くのご視聴のおかげだと思います。特に40代、私30代なんですけども、ぶっちゃけまだ30代以上の世代の方のご視聴が多いとのことで、今日はちょっとその方のに向けた動画をちょっと作りたいなと思います。動画というか雑談ですけども、よろしくお付き合いくださいませ。最近読んでる本がありまして、どれも幼少ばかりで本当にこれからの私生活の、もちろん、お仕事をなさってる方も大変多いと存じ上げております。これから春にちょっと読みたい、本とか選んでらっしゃる方とか多いと思います。で、今まで私が読んだ本の中でこれはぜひ皆様にも一度お読みになっていただけたら、ぜひお読みいただきたいなと思って紹介させていただきます。まず1冊目です。1冊目はちょっと本がないんですけども、図書館で借りた本で、会計ハックスっていう本があります。ちょうどオレンジ色の表紙をしている本だと思うんですけども、もし見つけられた方はぜひ一度ご覧くださいませ。その本の中には、そうですね、日々 のお金の使い方とか、あとその決済や買い物などの考え方についても触れられています。2冊目はこちら、自分でちょっと購入した本なんですけども、ちょっと私以前仕事の関係上でこのこちらの本は主に整備関係でお仕事されている方の本なんですけども、こちらもそうですね、やっぱり先ほどは会計に関する考え方なんですけども、こちらの方は仕事、例えば人為的なミスをいかに減らしていけるか、その仕組み力について触れられている本です。大変空港には必ず一冊置いてあると思います。出発前にちょっとパッとこう読むんですけども、例えばこういう一文があるんですけども、大切にするということは作業前に必ず見るということですっていうところから、一番おっと思ったところがあるんですけども、こちら、地図は迷う前に見なさいっていう、こういうキーワードですね。これはもう本当になるほどだなと思いました。ぜひよければ、こちらの方の本は、ANA ランニング株式会社和田重康さんっていう方の本です。3冊目は、3冊目もないんですけども、本屋さんで実際に手に取って読んでみた本なんですけども、How Google Works 私たちの働き方とマナジメント
ラリー・ページ氏の、本です。こちらも仕事に関わる考え方の本でした。大変面白い本でした。もうずっと読んでたい本でした。でもお金がなくて買えませんでした。と次は4冊目、4冊目もちょっと本がなくてご紹介できないんですけども、数学を愛した作家たちの本です。こちらの本は片野善一郎氏が書かれた本です。まあそうですね、小説ではないんですけども、この数学っていう切り取りで対してのその作家たちの数学とその作家活動とのその関係性とかをちょっといろいろかいつまんでご紹介されている本です。で最後がおしゃれの近道っていう本です。こちらは実はいつもお世話になっているその友人から送ってもらった本なんですけども、おしゃれの近道っていう本です。これはちょっと女性向けにの対象の本なんですけども、こんな感じに挿絵付きで書かれているので、これぜひよければ女性の方ぜひお読みになってはいかがでしょうか。宮田理恵さんが著作で、海老原明さん、こちらの方も女性の方です。フリーイラストレーターの方だそうです。以上がご紹介でした。こちらの動画をちょっとご覧いただきまして、あと、そうですね、ついでにちょっとアンケートも取っておきたいなと思います。で、多分こちらのところで押されたらアイマークが出てくるかと思うんですけども、こちらのアイマークでちょっとアンケートを取りたいと思います。ぜひよければ皆様ご協力くださいませ。動画作りのヒントについて伺いたいので、もしよければお時間あればよろしくお願いします。あとは、本動画はただいま翻訳を協力してくださる方を募っております。その動画のこの中に多分その再生ボタンとか、あと音量ボタンとか字幕設定というボタンが出てくるかと思出ていると思うんですけども、このボタンもしくはその概要欄、この画面の下の方の文章の欄ですね、ここにボタンで押していくとその字幕協力するっていうのが多分出てくると思うので、もしよければ語学力に強い方、当動画を翻訳していただけたら大変他の方にもご覧になっていただきやすい動画に変わってきますので、ぜひよければご協力いただけたらと思います。Just now, we are looking for translators for translation from Japanese to foreign language in my videos. Of course, it is very helpful if there are people who translate from fragmentary Japanese conversion into Korean, German, Spanish, Russian, French, etc., as well as English.Thank you for your watching my videos. Bye. いつもご覧いただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。